ゴーストタウンにまつわるミステリーを無視することは難しいですよね。今日、これらの不気味な場所は消えていった過去の生活を垣間見る窓として私たちにいろいろなことを語りかけてきます。この場所をいつか行きたい場所リストに入れる前にちょっと話を聞いてください。アメリカ合衆国ペンシルベニア州のセントラリアは1992年にゴーストタウンとなりました。ここは元炭鉱で1962年からずっと火の手が上がっているんです。いえいえ、町そのものではなく炭鉱の坑道の話です。出火の経緯は未だに謎で、坑道内の火は瞬く間に燃え広がり、誰も消火に成功していません。さらにこの事態の深刻さは17年間もその全貌を表すことはありませんでした。町民は体調を崩し始め、陥没穴が現れ、さらに地面が熱くなり手で触れられないほどに。事態は深刻になり、1992年、国は住民を移住させることを決定しました。今は裁判所の命令で不動産を受け継いだり売ったりすることは許されていません。専門家によると、町の地表にある石炭は燃え続ける可能性があって、今後250年間は燃え続ける可能性があるというんですから驚きです。この町は今でも放置されたままでその場に佇んでいます。そして最近では観光地となり、メディア業界にまで影響を与えました。セントレアの町はゲームサイレントヒルに影響を与え、このゲームはそのデザインと雰囲気で多くのファンを魅了しました。ゲームをするだけならいいんですが、実際の街を訪れるのはいいアイデアとは言えませんよ。次に、都市伝説と呪いに満ちた近郊のゴーストタウンを紹介します。いつかボーディーを訪ねてみてはいかがでしょうか。最盛期には1万人近い人々が60以上の酒場にたむろする活気ある場所だったこの街。またこの街は無法地帯としてはかなり悪名が高かったのも事実。何しろ1800年代はワイルドウエストタウンだったのですから。1880年代にはブームが去り、人口も減少していきました。いくつかの小さな鉱山会社が倒産し、人々はこの土地を去っていきました。工業活動は1942年まで続きましたが、町の廃墟化は徐々に進んでいき、現在町には多くの空き家があり、立ち去った人たちの持ち物がまだ残っています。そしてここからがこの町のストーリーの始まり。現在この町はボディーステートヒストリックパークと呼ばれるボディー州立歴史公園に保存されています。ゴールドラッシュ時代の西部開拓時代の町の生活の様子を求めて、たくさんの観光客が訪れています。でも公園にやってくるのは観光客だけではありません。ボディ州立歴史公園には謝罪の手紙も届きます。その多くは大抵手書きで匿名であることが多いのですが、その封筒には公園から勝手に持ち去られた何かしらのアイテムが添えられていることがほとんどです。都市伝説によると、町からどんなものでも、たとえ石のかけらでも持ち去る勇気のある訪問者は、そうすることで罰が当たり、不運に追われることになるというのです。手紙の内容は、謝罪と反省の言葉ばかりです。ここに2通の手紙の例があります。最初のものは、2002年にボディで発見されたものです。手紙にはこう書かれています。これがただの都市伝説だと思っている人への警告です。私の生活は大きく変わってしまいました。お願いですから警告を信じて、誇り一つも持ち帰らないようにしてください。もう一つの手紙には、風雨にさらされた古い靴を一つ同封しました。この靴は1978年8月にここから私が持ち出したものです。あれからというもの、私の不運の連続はここに書ききれないほど長く続きました。と書かれています。ではこの都市伝説はどのようにして始まったのでしょうか。とあるレンジャーがこの噂を始めたと言ったら、皆さんはどう思いますか。数年前、この職員は観光客がこの保護公園からいろいろなものを持ち去るのを防ぐために不幸な伝説を作り出したのです。それが州立公園管理局の想像を絶する効果をもたらしました。さらにある家からピアノを持ち出すというとんでもないことをする人もいました。公園の管理者によると、その人はトラックの荷台にピアノを積んで走り去ったそうです。
でもそれは極端なケースで、一般的には小さなものを勝手に持ち去る人がほとんど。中には公園のギフトショップで購入したものを返品するという人もいるんです。今ではレンジャーが一目で呪いの文字を見抜けるようになったほど。レンジャーが郵便局に郵便物を取りに行くと、ほぼ毎回郵送された呪いの遺物も見つかるといいます。収集された手紙はボディの博物館に展示されていて、それらのアイテムは今では町の風物詩といった扱いになっています。皆さんはこの都市伝説信じますか？エチオピアのダロールに飛んでみましょうか。ここは地球上で最も暑い場所なんです。1960年から1966年にかけて年間平均気温は摂氏35度でした。地球上で最も遠い場所の一つであるため、誰もそこに住もうとはしませんでした。現在では塩を採取するためだけにこの地を訪れる人もいます。危険なのは気温だけでなく、湿度も大変高くなっています。平均湿度は約 60% で、涼しくなることはありません。24時間365日サウナに入りたいなんて人はいませんよね。1960年代ダロールではアメリカのパーソンズ社が地質調査を行っていて、現在も同社関連の建物が残っているのですが、それらはすべて塩のブロックで作られています。それがゴーストタウンと化しているんです。またダロールには天然の硫黄のプールがあることも忘れちゃいけない事実。その景観は魅惑的ですが、毒性もかなり強いので、危険なガスと猛暑にさらされながら探検することができますよ。ガイドと一緒に歩くか、完全に近づかない方がいいような気がします。次の目的地はルーマニアです。ゲアマナは1978年にゴーストタウンとなりました。以前は東欧の普通の村だったゲアマナですが、1970年代後半、銀行で銅の埋蔵が発見されると、町民の生活は一変しました。採掘が廃棄物を量産し、その行き場所に困惑。そのためゲアマナ村の住民は廃棄物を処理するためのスペースを確保するために村を捨てなければならないことに。数人の住民は洪水地域の端に移り住み、公共インフラのない場所で暮らし続けています。残念ながら村の水は有毒な土地と化してしまったのです。現在この地域を訪れると、水没した建物しか見ることができません。一部の屋根と教会の先頭は毒々しい水の風景の中に残っています。この湖に行くには泥道しかなく、適した車でしかアクセスすることはできません。この場所をいつか行きたいゴーストタウンリストに加えようと考えている方は、事前の準備をお忘れなく。続けてコルマンスコップについて、ナミビア南部のナミブ砂漠にある有名なゴーストタウンです。最近の街は砂漠の砂に支配されています。建物に入ると廊下にある小さな砂丘を登らないと別の部屋にたどり着けません。なぜ砂漠の真ん中に街があったのか。それはダイヤモンドの採掘事業があったからです。1900年代初頭、ザカリアス・デワラという鉄道員がダイヤモンドを発見したのですが、彼の発見後全てが変わってしまいました。町にはドイツ建築様式の大きくて優雅な家々が立ち並ぶ賑やかな中心地となりました。ボールルーム、劇場、スポーツホールなどの建造物もあり、製氷工場や南半球初の X 線ステーションも見逃せない施設。人々はそこに移住を始め、1950年代半ばまで生活を続けましたが、その後どうなったのかですか？ダイヤモンド鉱山が枯渇して人々が町を去っていき、荘厳な家々が風や砂で壊されそうなほど衰弱。でも遺構を見ればかつての栄華を想像することができます。鉱山会社もこの美しさを評価していたのでしょう。1980年、彼らはいくつかの建物を修復し、興味深い博物館を作りました。そのおかげでこの町は観光名所となりました。コルマンスコップは映画制作者にとっても放っておけない逸材に。この町が何度もセットとして使われたのも不思議ではありません。写真家にも大変人気の場所で、何度も撮影されているにもかかわらず、常に新しい発見が待っています。ほふく前進しながらアクセスしにくい場所に行けば、素晴らしい写真が撮れるかもしれませんよ。
もしあなたが今日紹介したゴーストタウンを訪れる機会があるとしたら、どれを選びますか？